こんにちは、 ABS プロスタッフの出数えです。今回はナチュラルエネミーズ最新作 T-REX のレポートをお送りいたします。ナチュラルエネミーズで幅広く開発が進められているハイブリッドカバーストックとパールカバーストック、今までソリッドカバーストック中心だったコンセプトから新たなテクノロジーが追加投入されることで、ここからパフォーマンスは一気に激変していきます。今までなぜソリッドカバーストックに着目していたかというと、ソリッド素材こそがオイルに強いボールとこだわりを持っていたからです。しかし新たなテクノロジーが加わることで、ハイブリッドやパール素材でも十分オイルに強く、しかもバックエンドまで動きが持続するどころか、動きの強さまで増すことができることが腑に落ちたからです。そこからナチュラルエネミーズはミディアムコンディション用にパール素材のキラーシャーク2を発売しましたが、見事に今までのパール素材の強さを超えたミディアム領域でも上位のキャッチと低角表密度ならではのピンアクションを実現できています。今回の T-REX はハイブリッドカバーストックを持ち、ハイブリッドならではの特性を生かしたキャッチとバックエンドの動き、ピンアクションまでを演出します。主原料は新たなテクノロジーを加えたLCD、ロークロスリンクデンシティ、低架橋密度ハイブリッドカバーストックとモディフィード 3M コアで構成されています。投球したイメージはかなり手前からトルクとキャッチを感じるのが第一印象で、今までのナチュラルエネミーズシリーズの中でハイブリッドカバーストックながら最大の強さを持つスペックとして仕上げました。パンサー同様、フレキシブルなカバーストック素材に3つの比重を持つコアを組み合わせることで、柔軟なカバーストックが持つ粘り強いキャッチとハイブリッドならではのバックエンドの動きを重要視したキャッチと動きの強さを前面に出したボールです。また衝撃を吸収するインナーシェル素材を使用することでストライク確率を上げることができています。新開発の LCD ロークロスリンクデンシティ低架橋密度ハイブリッドカバーストックでオイルに対しての強さを最大限に求めました。フレキシブルな素材に衝撃を吸収するインナーシェル、このボールに死角はありません。ぜひ皆様、このナチュラルエネミーズ最新作 T-REX お試しください。